大畑から酒井、あ、これが通る、さあとして酒井だ、酒井高木が弾いてそのまま、いや酒井のシュートは高木止めました、反応しましたけどね、これ酒井のシーンですね、先ほど抜けて、はい、1対1のシーンで、まあ、ここキーパーの高木との駆け引きと、うん、中をちょっと意識しながら、もうコースが消されているので、まあ、小山津のところうまく合わせられればなってところを意識したと思いますけど、今中ちらっと見ますけど、うん、ないなってところで選択肢をこう消しながらの、そして中根義弘うまくかわしながら、矢部白崎というところでしたが、ただコーナーにはこのシーンです、この切り返しから、クロス浮かしてあげますよっていうところからの股の通し方ですよね、非常に相手騙されたと思いますけども、中根義弘から白崎決定機でかわした、白崎浮かせたが、いや大分の懸命のディフェンス、今のシーンです、はい、まあ、ここコントロールして、まあ、先ほどまでだったら多分ここでシュートを多分選択したと思うんですけど、まあ、このターンの仕方もうまかったですし、まあ、白崎もキーパー高木が出てきたのでここちょこんと浮かしてキーパーを超えようと思いましたけども、まあ、これ距離感の強さあ先頭このタイミングで中に入れる奥高木、いや高木も出てきました、